はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんにねまたクソレッキーをお見合いしていこうと思ってましてね、本日活躍させていくカードこちら、おじゃまキング様、皆様ご存知でしょうか、このもっこりキング。おじゃまグリーンプラスおじゃまイエロープラスおじゃまブラックっていう融合召喚で、召喚できまして、でこのカードを表側表示で存在する限り使用してない相手のモンスターゾーンを3箇所まで指定して使用不能にするっていう、あのカスみたいな効果してるんですね。でこのおじゃまキングを、2体並べて相手のモンスターゾーンを全滅するっていう、デッキを今回は作ってまいりました。で何をしていくかな、どういうギミックでこの、あのギミックを成立させるか。昔ね、あのおじゃまキング使った時は結構なんか頑張ってなんかその揃えてたんですけども、あの今回ですね、楽園融合っていうカードがね、あのぶち壊れカードが追加されましたことによりまして、めちゃくちゃ強化されております、このデッキ。これなんでかっていうと、あのアルビオンとあのルベリオンが融合召喚するときに、なんか自分以外であればレベル8以下だったら何でも出せるっていう融合召喚条件になってるんですね。なのであのルベリオンとアルビオンで、あの素材さえ揃ってれば、おじゃまキングとかおじゃまないと出せるんですよこのレベル5とかレベル6なんで、別になんか出せるんですよ、ルベリオンとかアルビオンで。だから要は、一旦なんか普通に融合したすることができれば、なんか墓地リソース使って融合できるんですね。はい、なんでこれね、まあ成功率、まあ、高くはないんだけど、おじゃま、あの、昔のおじゃまデッキよりかはね、だいぶ上がったね、このギミックで。このデッキ何がいいかっていうと、もちろんおじゃまキング出せなくてもね、楽融合でちゃんと戦えるところなんですよ。あの別にそのおじゃま出せなくてもちゃんとその、あのアルベルとかデスピアンとかちゃんと積んでるんで、あのミラージェイドとか、まあ、何ガーディアンキマイラとか、あドラゴンストプレイヤーとかも出るんですね、別に。でこいつらで戦うこともできるし、ワンチャン先行でおじゃまキング2体並べるってこともできるんですよ。これがね革命ですね。なんかガチのデッキとも捉えることができるし、クソデッキと捉えることもできるみたいな、そのなんかね、クソデッキのくせにちょっと強いんですよこれがいいところですね。クソデッキはだいたい弱いっていうのが定説ですけども、クソデッキだけどちょっと強いんですよ、このデッキ。はい、これがいいところです。で、まあ、基本ギミックはですね、あの暗黒界の取引とか、あと手札抹殺といったカードで、おじゃマジックっていうカードを捨てて、あのおじゃまたちをサーチしてきたり、あとデスピアンとかね、エンプチェーンを捨てることによって、デストイパッチワークとか、それからまあアルベルとかを持ってくるみたいなギミックをぶち込んでいます。まあ、ちょっと枠の都合上ね、こういうね、なんかあのゴミをいっぱい入れられないんで、クズをいっぱい入れられないんで、できる枠がなくて、ちょっと誘発とかを積む枠がなかったんですが、なんだかんだ楽園融合を打てれば全然出るようになるんで、割と楽しいデッキになったんじゃないかというふうに思ってます。早速ですね、このおじゃまキング2体を盤面に並べて相手のモンスターゾーンを完全に封鎖していきましょう。デュエルスタンバイ。さあやっていきましょう。ゴミデッキよね、ゴミデッキをぶん回していきましょう。とりあえずドロフェル楽園開幕よ。これ最強のハンド、おじゃま軸切れるこれ普通にさ、デストイパッチワークも来てる、めっちゃ強いのこれ。デスピアの道家アルベルを特殊召喚していくぜ。そしてアルベルの特殊召喚成功時とおじゃまじっくの効果も発動していく。これおじゃまじっくかな、チェーン2とかにできればな、あの楽園融合を絶対持ってこれるムーブみたいなのできるんだけどな。でアルベルからの楽園融合を手札に加えていく。そしておじゃまじっくの効果によってクズどもを手札に加えていくぜ。よっしゃー1枚か3枚にバカの最強のあの稼ぎカードで、デストイパッチワークを発動するぜ。デストイパッチワークの効果により融合カードとエチンプを手札に加えていく。なんと先行で手札が8枚になったぜやばすぎる。先行で手札が8枚になったぜ。そして手札でマジックカード融合を発動。融合の効果によりお邪魔ブラックイエローグリーンの魂を持ち楽い、おいでませ、おじゃまキング様爆弾、うおお前の使用していないモンスターゾーンを 3つ埋めていくぜ。おらお前さんを使うな。そしてここは赤の楽園もあんのか。なるほど、まあでも普通シンプルにこれはルベリオンでいいか。ということでやはりマジックカードブラックイン融合を発動。楽園融合の効果により闇属性モンスターとアリバスの魂を埋葬していくしかねえ。まあこれルベリオンだな。ここで悲劇のデスピアンを送ってアドバンテージを回復していこう。悲劇のデスピアンと
アルファソナークリーム墓地の国融合召喚、あらあらろ、深淵竜レベリオン、そしてレベリオン成功時効果発動、さらに、レベリオンの効果に遅延し、ここだな、レベリオン効果に遅延しデスピアンの効果も発動していく。デスピアンの効果によって、デッキからデスピアモンスターを手札に加えることができるぜ。これによってアレベルを手札に加え、さらにルベリオンの効果で融合召喚を行う。あらあらろ、ドラゴスタベリア、これで相手のターンモンスターの効果無効だ。そしてエッチインプチェーンの効果を発動。エッチインプチェーンの効果により、デストイパッチワークは手札に加えさせてもらう。さらに手札でマジックカード赤の楽印を発動。赤の楽印の効果によりアルバスを回収し、アルバスと光属性モンスターの魂を融合し、あらあらろ、楽印流アルビオン、そしてアルビオン融合召喚成功時効果を発動。アルビオンの効果により墓地のモンスターを除外し融合召喚をすることができる。あらあらろ、うおー、お邪魔キング様2体目おらーおら、お前のモンスターズを完封したかかってこい、おら男子色だ、おら圧巻だぜちなみに楽園開幕が墓地に落ちているから、あれだぜ、サンダーボルトやら何やらっていうカードは使えねえぜ。聖典の水か、いいだろ、勇者トークン出せるもんなら出してみな。まあお前のモンスターゾーン全部埋めてたけどな。勇者プランキッズだ、いいだろ、いいだろ、まあ出せるもんなら出してみな。プランキッズモンスターゾーン全部埋めてたけどな。ああありがてえかなそのセットカードは、おいおい、ちょ怖えな、おいこいつサレン出してんの怖えな、なんだあのセカード。うわー、なるほど、まあ、とりあえず一旦デストイパッチワークを発動するぜ。デストイパッチワークによって融合を手札に加えて、さらにエッジチェーンも手札に加えていく。あまりに強い。これ数値融合をして、ちょっと一回ちょっと分かんねえけど、あの伏せカード割りにいくか、融合発動。数値融合によって出てくるのはもちろん史上最強の融合モンスター。どうするお前、どうする、使うかその伏せカード。なんだその伏せカードは、あかなダニー貴様なかなかやるじゃねえか。デストイ、エッジチェーンの効果無力化してくるとはな。やるな、なるほど、まあ、とりあえずガーディアンキマラ出しに行くぜ。こことは、これとこれ、あ間違えた、これあれか、墓穴、あちょっと待って、これで墓穴って破壊できないっけ、これ、あ破壊できないのか、あーやべえ、ミスった、これ一番にしなきゃいけないのか、なるほど、ちょっとミスりました。がまあでも関係ないですね、これここまで来るともう関係ないです、あんまり、ここまで来るとあんまり関係がないで、楽園融合発動、融合で打ってるから、ガーディアンキマイラーこのターン殴れるし、ここミラーチェード出していけばいいか、あんまり関係ないわこれで、ここでここでこうして、はい、でこうしてこいつサレンダーしてるのすごいな、ここまで展開されてやるな、お前根性あるの見直した、これなんか、なんかあんの、怖いんだけど、この盤面でさなんかあることある、まあこれもう一回アルベル持ってきてミラージェル出すけどいい、ミラージェル出すけどいいかな、でここの除外ゾーンとレベリオンをデッキに戻すことによって史上最強のモンスターであるミラージェルを出していく。はい、でミラちゃんと、ガーディアンキマイラとドラゴスタペリア君とアルベルでぶん殴ればもう全然勝てるっていういや、ここでここでここへ来て、あーなんかこれ引く何を引くかによるな、ここで神ゲーすぎるよし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 、これは鬼強いぞ、これは鬼強いハンドや、これはね抜群に強い、群を抜いてるダッシュ外、なるほど、お邪魔からの、お邪魔ジックが郊外で墓地を送られて、手札から墓地を送られた場合史上最強の、モンスターたちを、手札に加えることができて、でさらに暗黒から取り切ることによってエッチインプチェーンを手札に送れるから墓地を送れると、強すぎる強すぎる、これアレベル一応無効にされても楽に融合は通るか、
で、デストイ、あー、なるほどね。双剣系のデッキね。で、エッチインプチェーンの効果によってデストイパッチワークを手に加え、そして デストイパッチワークを発動。デストイパッチワークの効果により、融合とエッチインプチェーンを持っていくのに加えていくぜ。よし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 、いいぞ。これで完全に、また先行で手札が始まるぜ。さっきもあったの一回。で、融合を発動するぜ。もちろん出すのは、グリーン、イエロー、ブラックの魂を振り、融合召喚、あれあれお邪魔キングさんこの後に楽園融合を打つとお邪魔キング2体確定するの面白いよね、これね。で、ここを使用不可能にしていく、ほら。そして、アルベルを召喚していくぜ。アルベルの召喚成功時効果発動。アルベルによって、何らかの楽園系のマジックトラップカードを1枚手札に加えることができる。これ一回こうだな。ちょっと破壊耐性はね、付与しておきたいんですよ。できれば。楽園モンスターたちにね。そして、楽園融合を発動。楽園融合の効果によって、ここはデスピアンでいいな。ルベリオンでいいな。デスピアンと、アルバスを融合スターにして融合召喚をしていく。これ、本当にいい相性いいですよね。数字融合とさ、この楽園融合でさ、結局さ、その同じモンスター2体出るんですよね。めっちゃ相性いいですよね、これ数値融合とね。で、ルベリオンの効果と、デスピアンの効果が発動するんで、これってコストはちなみに楽園開幕で墓地を切っておくが、これで破壊耐性が付与できた。これで相手のぶっぱ系カードは効かないぜ。サンダーボルトの主にサンダーボルトは効かない。まあ、ライトニングストーンは一応、守備表示にしているから、これでケアはできている。OK。そして、クズどもの魂を、ゲームより、デッキに戻して、融合召喚あらららろ、おいでませ、お邪魔キング様、ドローこれは素晴らしい。おら、ここ使用不能にしてやろう。アルビオンでよかったかもしんないな。一回一旦ルベリオン、アルビオンのお邪魔キングの方がよかったかもしんない、もしかしたら。今まあね、ちょっとその辺はまあ諸説ありますけどね。一応アルビオンが墓地、フィールドに残ってると、墓地送られた場合、ワンチャンその楽園系のカードをサーチがあるんで、エンドフェーズにね。出た、サンダーボルトだ。バカめ、そのカードをケアしている。楽園開幕の効果発動。はっ、よし、危ない危ない危ねえ、おめえ、やべえカード使ってくんな。解禁してくるでしょ。あっ、ゲーお邪魔キング様、そんなバカな、うっそ、なんだその謎カード、なんだ怪奇にしろしょって、すげえカード入ってんなあいつ、やばい、何の妨害もなくなった、まずい、やばい何一つ妨害なくなったの聞いてないんだけど、マジでやばすぎ。あ、笑福バウンスくんですね。はい、何らかのカードバウンスして1枚ドローするやつ。はい、すいませんでした。横3000あると思ってたら普通にバロネス来たわ。これダメだ、バロネスか、これなんだこれ、あー無理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 。あ、でもお邪魔キング行ったところか、一応お邪魔キング行ったところ、これ守備3000あるんでね、お邪魔キング様は。いや、そのバロネスでは突破できないはずだ。お邪魔キング行ったら許しやろくそなんだよ、回転中がしょって意味わかんねえから使ってんじゃねえぞ。いやいや、でも横3000抜けねえまたそこのメインモンスターゾーンは封じさせてもらうぜ。ほら、よし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 、いやまだわからん言うて、バロネス君いるんすよね、バロネス君いるんすよね、バロネス君いるんすよね。とりあえずアルベル召喚っすね。アルベル召喚効果発動をして、楽融合しかないですね。楽園融合、これデスピあるから一応楽園融合無効にされても、これで踏みに行くか、これ踏みに行こう、これで一回踏みに行きましょう。ですね、もう最悪お邪魔キングいらん説あるから、赤の楽園打って、で赤の楽園効果で、回収してから、特殊召喚しに行けばいいんで、とりあえずこれを回収してガーディアンキマラムーブ。さあどうしますか、どうしますか。さあバロネス君の評価を使いますか。まあ別にどっちもどっちでもいいですけど、使ってくれ、 OK、 いいでしょう。バロネス君の効果で無効にされていく赤の楽園が。 OK、
まだ大丈夫だ。デスピアンを墓地に落としておいた。デスピアンの効果を発動するぜ。このカードをゲームから除外し、墓地に存在する楽印マジックトラップカード1枚をセットし直すことができる。これによって、楽印融合をセットし、そして楽印融合を発動。楽印融合の効果、ルベリオン組んでいいかな、ルベリオン組んで、あればその楽印とエッジインプションでいいですね、これね。うおー、いけルベリオン爆弾。そしてルベリオンの効果を発動、さらにエッジインプチェーンの効果も発動するぜ。手札を1枚墓地に送ることによって融合モンスター融合召喚できる、レベル85の。そしてエッジインプチェーンの効果によってデストイパッチワークを手札に加え、さらにこれは1回ミラチェイドか、一旦ミラジェイド、おじまないととか出しても、なんか相手の場面突破できないじゃん。これミラジェイドですね。あ、なるほど、おじまキング戻せる。おじまキングとアルバスで融合召喚。あらあらろ、危険竜、ミラジェイド、おじまジェイド。実質おじまジェイド。実質おじまジェイド。で、バトルフェイズ入るしかねえが。バトルして、相手の場面突破しないといけないから。これあれか、これあれだったら、これあれや、おじま墓地送っといたらナイトできたわ、これ。うわー、ミスった今。これアレビオンでよかった、ここ。なるほど、この駅結構なんかルートあってむずいぞ、自分で作ったはいいものので。ここぶん殴るで、笑福くんは大丈夫ですね。笑福くん2300で殴れるから、これでミラージェイド効果発動、いや、おじまジェイド効果発動で、アルビオン墓地送って、いや、これアルビオンだったな、ここ絶対。そしたらさ、ネクロフュージョンで相手のドローフェイズにお邪魔ナイト出したんですよね。で、お邪魔ナイト出せるとまたこれモンスターズ封じることできるんで。いや、これ絶対アルビオンだったな、ここ。ルペリオンじゃないわ、完全にミスった。まあでも言うて赤のラクインセットできるしな、赤のラクインセットし、いや、どうしよう、これどうしようかな。ドラゴスタプレア出しに行こうかな。でもセットか、ちょっとはかなないだろ、多分はかななさそうで、これでアルビオンでセットして、これで相手のターンにアドリビディムを素材にして、ガーディアンキマイラかドラゴスタプレアしながらミラージェイドみたいな動きした方がいいですね、これね。はいはい、どうぞ。ここ一旦ドラゴスタプレア出していきますか、逆に。あ、これそうか、攻撃のか、これ強いな。ここでドラゴスタペリア出して、で、相手の盤面を、妨害するモンスターを出し、で、ここにヘイトを集め、で、なんか相手が油断したところで、あれですね、キマイラ&キマイラ&ミラジェードみたいな動きすればいいから、ここはスタペリア行きましょう。アルビオンとエッジンチェーンをゲームから除外し、融合召喚。あらろ、まあ多分、まあ全部あったら多分打ってるけど、これ立っていいね。はい、行け、プレタープランツドラゴスタペリア。さあ、お前のモンスターの効果は一度無効にさせてもらうぜ。そして赤の楽印があるため、俺のフィールド上のモンスターを使ってまた融合召喚をすることができるぜ。さあ、どうする。で、あ、何バウンスしてくんのか、バウンスしてくん、まあでもまあいいか、バウンスしてくんのはいいや。ビシダくんの効果は甘んじて受け入れましょう。ビシダくんの効果で、はい、で、除外して相手のカードをバウンスできるという効果がある。赤の楽印だけ本当にやめてほしいけどね、絶対。バウンスすんの、あ、そっちか、 OK。 じゃあ一応ドラゴスタピリア効果で、まあ意味ないかもしれないけど、一応ここでカウンターを置いていく。はい、まあもう一回最悪ドラゴスタピリア出せますし、出そうと思えば。で、どうしますか、展開しますか、ここから。あのハンドは2枚なんですか、一応今妨害見えてる場がないですよ。赤の楽印、あ、まあ見えてるか、一応赤の楽印は相手。アーダラ、はい、アーダラどうぞ。ここだいっけ、アルバスの楽印を回収していいな、アルバスの楽印じゃなくてアルベルでいいな、これアルベルを回収して、そしてドラマトゥルギアと、これと、アルベルいらねえな。このモンスターを3体で融合素材にして融合召喚。あらあら、
ガーディアンキャイラー、そしてガーディアンキャイラー融合召喚成功時効果発動、さらにアドリブリブの効果発動、これによってミラージェイドは帰還するぜ。これで相手のカードを2枚破壊して1枚ドロー、さらにミラージェイドでさらに1枚除外だ。強ー強ー、このデッキおじゃまキングはそれだけ。こことはビシュダ君別に残してもいいか、お前どっか行け。よし、これでてめえはビシュダしかいねえ。そして相手のモンスター出してきたらまた選んで除外が飛んでくるぜ。さあどうする、おっと何もできない。よし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 、来てる神へデビルランゲ来た。デビフィラマクサ、デビフィラマクサ、ですね、とりあえずミラージェイドを、で相手のちょっと盤面どかしまして、ちょっと君にさどいてくれる、はいありがとう。で、デビルランゲをしようか。5000ライフもの大ダメージを受けて、おいでません、おじゃまキング様、お前のモンスターゾーン再び埋めていく。うおゴミバトル。このデッキめっちゃ楽しいんだけど、このデッキなんか別に強くはないけどさ、なんかこういうこと起きるんだよね。神ゲーじゃない遊戯王って。あー、ハンドいいね、ハンドいいね、ハンドいいね、ハンドいいよ、ハンド素晴らしくいいよ。とりあえず暗黒界の取引を発動するぜ。暗黒界の取引でこれお互いに1枚ドローしたからね、一応相手の誘発をね、あの引き込ませるというかね、相手のね反動もねちょっとなんかその良くなっちゃう可能性あるんだけどね。まあでもやっぱおじまじっこ捨てれることができるから、さすがに強いと思って入れてんだけどね。あ、これでね普通に、ね、相手にね誘発引かれてね普通に打たれるってことが結構あります。はい、あ、裏の引いてないっぽいですねこれね。あ、いいですよ。あ、いいですね。クズ様が3つ来ましたよ。オッケー。まあ、裏が引かれてないのであれば、まあ、とりあえず無限御用あるかどうかチェックだけします。一旦アルベル召喚して楽園融合を持ってくるムーブを見せるが、アルベル効果発動何もない。なるほど、相手誘発何も引いてないのこれ。さてはまあもう一発打ってもいいレベルで、もう一発打って、はい、で、エッジインプチェーン、はい、で、どこなん、なるほど、なんか高校よりか、どこなんが入ってるとなるとちょっと話変わってくんな。どこなんが入ってたらちょっと若干話変わってくるぞ。融合を手札に加えていく。はい。ハンド増えすぎじゃない、ハンド何枚なってんだよ。融合発動、まあおじゃマジックがね1枚3枚にしますからね。さあいくぜ、俺様はおじゃまグリーンとおじゃまイエローとおじゃまブラックの魂を墓地送り、おいでませんおじゃまキング様。おらお前のモンスターと3箇所を使用不能にしといたぜ。しょらしょらー、かかってこいこらー、こらかかってこい。著作権調子おじさんも出しといたぜ。お前カードを使うとき600円払え。ああいって、楽園がよかったっけ、楽園がよかった俺マジにない、やばい、マジで待ってくれ。いい、うっそ、うっそー、いやこれなんですよね、おじまキングくんたちの弱点。ちょ、何にもさ破壊耐性ないからさ、楽園開幕をポチに落としてからガッカンって何回も言うとるやろ。やばい、なんか、いやギャラクシートランサーとかいう最強のワンキルカード発動されてる、やばいかもしれないこれ普通に。アフターグロー、アフターグローからのギャラクシーアイズ、あーやばい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 、シュ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 、エクシーズ召喚しよう、はい、これギャラシーアイプライムですかこれは、なんでもいいんですけど、あーギャラシーアイプライムも取った、プライムも取った、あマスカレードおるわ、マスカレードおったわ、大丈夫だ、いやでワンキルは防げる、こいつはバトルフェル中にフリッチェで出すことができる。オッケー、耐える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 、危ない危ない危ねえ、あいつね、なんかね、本当にヤバいダメになるんですよね殴るとき。でこれちょっととりあえず一回マスカレード君を出しまして、でマスカレード君で壁になってもらって、これでワンキル耐えていくスタイル、
オッケー、耐えてる。よし、オッケー。で、打点めっちゃ上がる。いくつになる ?5600 からの11200か。あぶねえ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 、おい。オッケー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 。で、アレベル効果使って、一応、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンの効果無効にしながら出てくる。あぶねえ。あぶねえ。ゲロあぶねえ。ギャラクシーアイズじゃなくてよかった、別に。プライムフォトンでよかった気がするんだ。まあいいや。いや、これ返せるかな。いや、でも、これワンキル取れなかったら、あの時激切れするから。そうだよね。このターントランスター使ってると、ギャラクシーしか出せなくなるんで、アーゼウスとか出せないんですけども、なるほど。アルベル通ったら全然あるな。アルベル通る。アルベル召喚効果。で、楽園融合は、楽園融合はデスピアンでセットできるのか。一回これ赤の楽園でいいな。じゃあ、赤の楽園でよくて、デスピアンで赤の楽園を、赤のじゃねえ、いや、楽園融合をセットし直してもう一発打っていこう。悲劇のデスピアン効果発動して除外して楽園融合をセットし直す。これほんと強いよね。これね、このデスピアンの効果、これこんなか悲劇のデスピアンとかいうモンスター、マジで相手からしたらもうほんと悲劇でしょ。これ悲劇の楽園融合2回目っていうね。さあ、ここでしっかりとは墓地のカードを戻してミラージェイド爆弾させていく。ゴーでですね、で、ここ赤の楽園ぶちかましに行って、回収するのはアドリビルムですね。アドリビ回収して、で、キマイラでぶったくりに行って、これこうしてですね。で、これでこことここ、はい、で、これでこう、はい、で、キマイラバチコリで出していく。で、キマイラ効果と、アドリビズム効果で、除外ゾーンから戻していく。あ、これいけんじゃねえ、これ買ったんじゃねえ、これこれ買った説ある。買った説イズある。ガーディアンキマイラ2面処理、ミラージェイド1面処理できるんで、まあ、今楽にあれですね、ミラージェイドに座にしても別に良かったですけど、そうするとワンチャン、あ、でも合成薬しかない、どっちでもマジか。で、こことここ破壊する。はい、さよなら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 、もうすぐ外は白い。発動後2回目のスタンバイフェーズに、はい、OK です。どうぞ、持ってもどうぞ。バトルフェーズ行きまーす。バトルフェーズ行きまーす。で、レベリオンでぶん殴って、効果発動して、しょっていきまーす。対戦ありがとうございました。おらー、ブラックホール撃たれても勝てるんかーい。